こんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちらのライゼン 75800X の2回目となります。あれこれって？はい、前回動画にもしたんですが、ジャンクで買ってきて、なんとか Windows を立ち上げたんですが、2コア4スレッドでしか動かなかったんですよね。ああ、これは残念だったわね。ということで今回はなんとかしてこのライゼン7を8コアで動かせないか、いろいろと試してみたのでそちらをご紹介していこうかと思います。果たして本当に8コアで動くことができるのか、もしこの動画が少しでも面白かったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは本編行ってみましょう。ではまずはこのジャンクのライゼン 75800X を改めてご紹介ですが、こちらはジャンパラでジャンクとして発売されていました。価格は 14,800円で、ジャンク理由としては、バイオス起動のみ確認、Windows 起動できません、コア不良と思われます、と記載されていました。で、私の方で色々と試してみたんですが、バイオスで2コア4スレッドに設定した状態であれば、Windows が立ち上がるという結果になりました。2コア4スレッドのライゼン 75800X っていうのも面白いけどね。で、前回の動画の後、皆様からいろんなコメントをもらったので、そちらも参考にしながらやってみたいと思います。ではまず最初に前回のコメント欄にもあったんですが、2コア4スレッドでの実力を見てみたいと思います。ライゼン7とはいえこれは、スコアの結果としてはこちら。マルチは3995ポイントでシングルは1461ポイント、最高温度は70度となりました。マルチに関して言えば、i3-9100F あたりと同じような結果となりました。i3 と同等のライゼン7。こう見るとどっちがすごいのかわからないですね。シングルに関しては、今自分が使ってるメインとあまりスコアが変わらなかったので、シングル性能は問題なさそうですね。ではここからは2コア以上で Windows を動かせるようにやってみようかなと思います。一体何をするのか楽しみね。プレシジョンブーストオーバードライブのオフ。え、何それ？まあインテルでいうターボブーストってやつですね。AMD にもインテル同様に CPU の基本クロックをさらにブーストをかけて、最大クロックが出せるようにするシステムがあるんですが、そちらをオフにした状態で Windows が立ち上がってくるのかを試してみます。とりあえず動作コアが2コアだった設定を8コアに戻して、こちらの BIOS 上からプレシジョンブーストオーバードライブをオフにしていきます。こちらの項目ですね。初期はオートになっているのでディサイブルに変更します。では BIOS 情報を更新して再起動。メーカーのロゴが出てきました。ここまでは前回と同じですね。さて Windows は立ち上がってくるのか。この後いくら待っても Windows は立ち上がってきませんでした。まあ、そうよね。どんどんやっていきましょう。シュラララ。まだまだ試してみます。今度はこのプレシジョンブーストオーバードライブをオフにしたまま、動作コアを制限していきたいと思います。すでに2コアではブーストありでも動いたので4コアで挑戦してみます。保存して再起動。ロゴが出てくるくるまで行きました。お、前回まではくるくる出れば Windows は立ち上がってきたわよね。これはいける。残念ながらこのくるくるが消えることはありませんでした。なんか惜しいところまでは行ってそうね。では次やってみましょう。4コアで動かなかったけど、あえて6コアでも挑戦してみました。え、4コアでも動かなかったんじゃ。もちろんダメでした。まあそうよね。とりあえずプレシジョンブーストオーバードライブをオフにしたことで、4コアでのメーカーロゴが出た時にクルクルが出るということが分かったので、さらに色々やってみたいと思います。サイマルティニアスマルチスレッティングのオフ。は。続いてはサイマルティニアスマルチスレッティングをオフにして試してみたいと思います。え、いやそのサイマルなんちゃらって何？通称 SMT って言うんですが、簡単に言うとマルチスレッティングをオフにするってことですね。こちらをオフにした状態で2コアで起動させると。はい、このように2コア2スレッドで起動するようになります。ああ、さっきまで2コア4スレッドだったのに2コア2スレッドになったわね。ですです。ではこの状態で4コアで動くか試してみましょう。結果は、お、くるくるが。なんか頑張ってそうでしたが、残念ながら立ち上がってくることはありませんでした。一体何が原因なんだろう。まあどこかのコアが物理的に壊れてる可能性もあるかもしれませんね。では続いて試してみましょう。アンダークロック。え、アンダークロック。はい、CPU の性能をさらに発揮させるオーバークロックの逆で、逆にクロックを下げることをアンダークロックと言います。
こちらの Ryzen 7500X は、基本クロックが 3.8GHz で動いているんですが、それをとりあえず 3GHz まで落としてみました。で、この状態で、先ほどまでの設定通り、4コア動作で、プレシジョンブーストオーバードライブとサイマルティニアスマルチスレッディングをオフにした状態で、再起動します。あんたそれ言いたいだけでしょ。先ほどと同様にクルクルして、どうせダメなんでしょ。なんと立ち上がってきました。え、これって2コア4スレッドじゃないの？ちょっと見にくいんですが、こちらに4コア4スレッドと記載されています。キャプチャーボードの設定がなぜか SD 画質しか選べなくて画質が悪くなっています。まあとにかく4コアでも動いたのね。ですです。ではここからはどこまでコアを増やせるかやってみましょう。8コアはいけるのか。シュラララ。では先ほどの設定からサイマルティニアスマルチスレッティングをオンにしてみます。これで動いてくれれば4コア8スレッドで動くことになります。果たして Windows は立ち上がってくるのか。ロゴマークのクルクルから、タスクマネージャーも確認してみましょう。はい、無事に4コア8スレッドでも動作していますね。おお、これはかなりの前進ね。じゃあ続いてはコアを増やしてみましょう。ということで続いて BIOS から6コア動作に変更します。で、再起動。果たして。はい、なんと6コア12スレッドでも Windows が立ち上がってきました。おお、これはもしかして。やるしかありませんね。BIOS から動作コアを8コアへ変更します。果たしてどうなるのか。はい、8コアでもしっかりと立ち上がってきました。え、ほんと、ちょっとタスクマネージャー早く出して。まあまあそう焦らない焦らない。はい、ということでこちらが8コア16スレッドの Ryzen 7500X となります。クロックは 3.0GHz 固定ですけどね。おお、でもちゃんと8コア16スレッドで認識されているわね。ですです、前回2コアでしか Windows が立ち上がってこなかったので、これはかなり嬉しいですね。ではせっかくなので8コア16スレッド、3.0GHz 固定でのシネベンチも回してみましょう。おー、ちゃんと全部動いているわね。先ほどの2コアを見てるとかなり速く感じますよね。結果はこちら。マルチが 10,274 ポイントでシングルが988ポイント、最高温度が58度でした。通常の 5800X に比べるとスコア自体は低いですが、マルチスコアは、Ryzen 5 5600X や Core i5-10600K ぐらいのスコアは出てますね。シングルは 3.0GHz 固定にしたので、スコア的にはかなり低いですが、まあ8コア16スレッドで動いてくれた方が断然いいでしょう。2コア4スレッドよりははるかにいいわね。でしょでしょ。では続いてクロックも少しずつ上げていきましょう。それでは少し上げて 3.2GHz でやってみたいと思います。電圧とかは特にいじっていません。保存して再起動。Windows は無事に立ち上がってきました。おお、調子いいわね。では問題ないかシネベンチも回してみましょう。おお、動いている動いている。あれ、結界はないの？それなんですがもうちょい見ててもらってもいいですか？しょうがないわね。あれ？はい、残念ながらここでパソコンが勝手に再起動を始めちゃいました。しばらくすると Windows が立ち上がってくるんですが、その後もう一回シネベンチをやってみたんですが、やはり再起動をしてしまいました。なので、クロックを少し下げてみたいと思います。今度は 3.1GHz でやってみたいと思います。先ほど 3.2GHz でタスクマネージャーは確認したので割愛します。この状態でシネベンチ。さて完走することができるのか。果たして、あと少し、頑張れ。残念ながらあと少しというところで止まってしまいました。あら残念ね、あと少しだったのに。ちなみにこの後もう一回やったら、一応完走もしたんですが、落ちる頻度の方が多かったので、たまたま一回通ったって感じですかね。 0.1GHz でそんなに変わるものなんだね。みたいですね。シュラララ。はい、ということで今回はジャンクの Ryzen 7500X を
見事8コア化で Windows を立ち上げることに成功しました。クロックは 3.0GHz 固定だけどね。まあでも当初2コアでしか動かなかったRyzen 7が、8コアで動いてくれただけで満足です。一応あの後、3.0GHz で耐久ソフトにもかけましたが、とりあえず 3.0GHz では大丈夫そうでした。てかさ、はい。これは一体何なのよ。ああ、このRyzen 7の撮影を深夜にやっていて、お腹が空いたのでパンを焼いてました。チーズトーストを、パク。うん、美味しい。美味しいじゃないわよ。ああ。ということで、今回の動画はここまで。14,800円のRyzen 7-5800X がお買い得だったと思った方は、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。